どうも、浜の YouTuber 宮野です。今回は東京グールリ・インボーク、こちらやっていきたいと思います。はい、ということで今日はね、12月24日ということでクリスマスイブなので、こちらのガチャを引いていきたいと思います。ということで、クリスマスガチャ開催、クリスマス衣装を身につけたひなみあきらゲットということで、なんかね、ひなみちゃんとあきらが、まあ、クリスマスの仕様で来ているガチャが来ているので、こちらをね、ちょっと10連引いていこうと思います。で、まあ、能力的にはこんな感じですね。まあ、アキラが、ディフェンダーできていると。まあ、アキラディフェンダー多いですよね、結構。で、もう一人、ひなみちゃんが、こちらですね。ブレイカーということで。まあ、ひなみちゃん、僕が持ってるのは、ディフェンダーかな。で、誕生日の方も確かディフェンダーだったと思うんですけど、ブレイカー初めてかな。まあ、ちょっとわからないんですけど、まあ、この二人が来ているということで、この二人で狙って引いていきたいと思います。で、ちょっと提供割合の方確認していきたいと思うんですけど、提供割合。ピックアップ SSR が 2%。 はいはいはい。まあ、じゃあってことは1人が 1% ってことですね。で、まあ SSR が 3% で、まあ 5% の確率で SSR が出るという感じでしょうか。うん、そうですね。はい、行きましょう。で、今ね、すごい引きたいガチャいっぱいあるんですよね。そう、この有馬記念で言うとなんか競馬みたいだけど、有馬さんの誕生日記念と、金木県のね、誕生日記念、そう、同じ日なんですよね、誕生日が。まあ、12月20日が誕生日ということで、まあ、それも引きたいんですけど、まあ、こちらのね、年末年始の第3弾のね、ガチャも引きたいんですけど、今回は、まあ、せっかくのクリスマスなんでね、まあ、クリスマスガチャ引いていきましょう。行きましょう。最近ね、前回のガチャが良かったからね、今回もその調子で行きましょう。さあ、インプットパスワード。CCG。さあ、クリスマスの夜に誰が来るか。行きましょう。虹ならず。まだわからないよ。さあ、どうだ。渋い。全部かぶり。はい、いつも通りですね。大体当たらないときはね、こう何の演出もなくね、ただただ10枚が開いてくっていう、そういう演出なんで、いやー渋いですね。まあ正直ね、クリスマスじゃなかったらこのガチャ引いてないかなとは思いましたね。そうそうとか言ってね、実際こっちのガチャね、20連引いて、あとガチャポイントで600ポイントまた貯めて交換した方がね、まあ僕的にはなんか得っちゃ得だったんですけど、まあやっぱせっかくのクリスマスということでね、まあちょっとこっちのね、まあ動画を撮りたいなという、まあ気持ちもあったんでね、今回クリスマスガチャをね、引いていきました。もしね、このガチャ引いたかっていましたらね、ぜひ、まあ当たったとか当たってないとか、教えていただけたら嬉しいなと思います。まあなかなか当たらないんじゃないかなという、まあ僕の予想ではね、当たらないんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じで今回はね、クリスマスイブということで、クリスマスガチャ10連やっていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、今度、金木県とか、有馬さんのね、誕生日記念とか、まあ、リーインボークフェス3弾とかも、まあ、どれかね、動画出していこうと思いますので、まあ、そちらの方でまたお会いできたらなと思います。ってことで、次の動画でまた会いましょう。じゃあね。バイバイ。いやー、皆さん良いクリスマスを。